今日の試合のハイライトを見ていきましょう。先発の成瀬のピッチングからツーアウトを簡単に取って陽大館のヒット、さらにはホームランと、まあ、うまくは打たれましたけども、あの流れでいくと1回はすんなり行きたかったですね。まあ、そうなんですけどね、まあ、ここはね本当中田がね、はい、あのいいバッティングしましたよね。うまくさばきました、はい、2対0。そして2回です。大野のバッティングは三塁線左を抜きました。追加点3点目、さらにはランナー2人置いて陽大館です。これが右中間を破りました。2点タイムリー、5対0とします。2回の裏、ツーアウトランナー1塁で高浜、センターに抜けてつなぎます。しかし根村は空振りの三振でこのチャンスをものにできませんでした。3回の表、ランナー1塁3塁でこのスクイーズは西村さん、ちょっと僕は予想できませんでしたけど、まあ、そうですけどね、だからより、ね、1点でも多く、はいはい、本当あの船山監督の、ね、手堅さというか、そういうスクイーズですよね。6点目を取るスクイーズ成功です。4回です。ランナー2人置いて陽大館、右方向に持っていくバッティングです。黒沢からタイムリー、さらにランナー2人置いてセンターへ大きな打球です。これが犠牲フライです。8対0。4回の裏、ツーアウトランナー1塁2塁でチェンジアップに三振、高浜。5回の裏、この加藤のスリーベースチャンスを作りました。しかし今日はこの点差がある中で内野ゴロではなくてヒットでつないで点を返していきたかった、まあ、そうですよね、はいはい、そうなるとねちょっと流れも変わったのかなというところですよね。逆にバッテリーからすると、まあ、内野ゴロアウトも取れて1点だったら OK というね、はいはい、そんな流れでしたね。でこれ飯山の打球、これ三塁ランナーいたんですけどもスタートを切ってきました。杉谷がスタートを切ってホームインです。さらにこのシーン、中島センターの岡田がこのプレーです。抜かれていたらまた失点というところでしたが防いでいます。7回の裏、ランナー2塁3塁で岡田、ここも内野ゴロ、この間に3塁ランナーがホームインです。2点目を返しました。メンドーサが7回まで、8回谷本、そして9回は大塚、3球三振で吉田を打ち取って試合終了、9対2という一戦でゲーム終了ということになっています。